今回は、超究極鬼舞辻無惨。このクエストで、タンポポ艦隊使わせていただこうと思います。艦隊ですね。まあ、一体はイラスト違いのタンポポ組み込んでるんで、電線切りは、まあ、避けようと思えば避けられるんですけど、あんまり期待しない方がいいね。というわけで、やっていこうと思います。いや、これで、タンポポが久々に高難易度クエストに勝ち合った時がやってきたんで、使いたいですね、これで。勝ちたい。しかも、大体魔封じ刺さんないことが多いのに、今回は、鬼だったりとかいるんで、すごいね、魔封じが刺さってるから、いやー、これは、なんとかやりたい。で、電線切りの攻撃は、一応バレンタインが引き受けてくれたら大丈夫だけど、あんまりこれ期待しすぎても良くないんで、はい、まあ敵の攻撃はしっかり避けていきます。で、縦勘でしっかり立って、そして、今回のクエスト、うおうわ、すげえ。で、今回のクエスト、攻撃力アップと、右上の攻撃が基本的に重なったらダメなんですけど、今回は、電線切りとも重なったらダメ。つまり、一度でも攻撃力アップの攻撃が出てきた瞬間に、多分私死にます。だから、それをすべて、避けるような立ち回りをしていかなきゃいけないですよね。じゃあ、それ一体どうやるのかって話なんですけど、こうやります。あ、これ確か解説動画でも少し話したんですけど、無惨様の攻撃力アップのターンと、この、普通の攻撃の数字、これらの差が、今、奇数になってるじゃないですか。1と3でそれぞれ。これの状態ができてると、無限に、この防御ダウン、食らいません。だから、はい。ここで避けてって、丁寧に削っていく。友情コンボこれ無惨様にすげえ通用するしね。だからこの状態を、最初から最後までずーっと、ミスせず維持することができれば、こっちの勝ちです。で、これ2体倒して、おぉおぉ、ねえこれ、いや、これ、絶対タンポポゲージ重力だったら、多分楽々とは言わないけど、ある程度は余力あるクリアができるんですけど、怖え、これ、スワビ重力だからな。今だけこれ、ただの重力になんねえから、怖っっていう感じで、やっていけば、勝てます。こんな感じ。すべての攻撃を常に、重ならないように調整し続ける。なので、一応ね、今回タンポポでやってるけど、全キャラ、艦隊で攻略できる理論は作れるはずなんですよね。敵の攻撃で死ななければ、自力で回復できる要素を持ってたら、死なないんで、一応この理論を駆使することで、なんとかできそうな気はする。あ、ちなみにこれロボットのステージは、ロボットに対して何もキラ乗らないクソ雑魚タンポポなんで、ちょっとこれ早送りでいくわ。ものすごいチマチマしてるから。ここからどうしたらいいんだ？うわー、これ。どういう動きでどう敵を倒していこうか。ここに入ってまず倒す。はい。ここに入ってまず倒す。そして、ターンが2ターン目に1体倒せばずれるんですよね。敵の攻撃が。よし。これで、ずれたはず。ずれたよね。奇数になるはず。ん？で、奇数ができ。あ、そうね、奇数ができてるけど、左上がまだ偶数だから、どっかでこれ調整しなきゃいけないんだよな。でも今これ。今もうこれダメだ。余裕がない。はい。よし。とりあえず、こいつは倒さなきゃダメ。で、あ、そうね、これでできたわ。奇数偶数状態が。そうね。で、あとは、倒したらダメなんですけど、うわ、ゲージ切りてーゲージ切ったら余裕でこれ避けられるんだけどな。どうあがいてもこれ無理でしょ。いや、これギリギリいけるか。ガイド欲しい、ガイド。ギリギリ多分これカンカンできたら死なないと思うんですよね。はい。あ、終わった。ミスらなければ入れ板とか、あと私がターン調整の計算ミスとかで、やらなければ、いけるはず。もうマジで怖いからな。超 AGB 切りたいんすけど、本当にこんなちまちまでいい、ちまちまで。だからこうやってちまちま、削っていって、
ちまちま削っていって、今ここで、だから2ターン削っても OK なのよ。ていうか、むしろ2ターンを削らなきゃいけない。削るんだったら。はい。あ、え？削れ！おお、お？あ、やべえこれ。いや、もう、いや、くそ、もっとざ、いや、これ上に行ってもよかったけど、上行ったら、いや、ルートが、あ、こうよね。だから、いや、これでまた、いや、ここでまた2体倒せ、危ねえ、ここでだから2体倒せば、1122のコンボができる。はい。よしよしよし、OK。意外とこれ調整なんとかなるな。でも、ここでまた蘇生するんだよな。4ターンに1回の蘇生だったら、多分割となんとかなるんだろうけど、よし OK。1122が完成したときは、大丈夫です。で、ここで、うわー、怖えー、これ。まあ、とりあえずこれは、いや、これは、またて感は良くない。何も行動しないのはさすがに良くない。薄くでいい。薄くで、縦感で、こうやってカンカンカン。ちゃんと着実に削ってる。ほんのちょっとでもいい。よしよしよし。いや、あの位置怖いんだよな。で、3P そこ。これは、また、あ、これ2体倒していいな。これ2体倒して OK パターン。ここは、倒して OK。私の計算が間違ってなければいける。いや、これどっちかというと友情コンボで削った方が強いんじゃねえの？もしかしたら。で、1144。だからこれで、いや、でも結構ダメージでかいよな。よし !OK! 一個だけ攻められる、完璧に攻められるターンができた。どうすかな、これ。また手勘で行って、これでぐるっと回って下まで行きたいな、そしたら。これで、このぐらいの角度で、こう打って、下！いや、ダメかー。まあ、いいでしょう。多分そろそろ思いっきり攻めても多分いい頃合いができてるはず。おお最高！これ下にないってこと。うわ、ゆっくりもある。まあ、これはちょっと薄くいきましょい。はい。で、外側。外側を殴って、入れ板しない可能性を上げていく。よしよしよし。いや、強い、強い、強い。いけるいけるいける。よし、SS も、ちゃんと溜まった状態で、1122、完璧。完璧。いやー、ちょっと待って、これ。うわー。いや、でも多分、友情コンボゆっくりで倒すでしょ。複雑に言っても。よしよーし、来たぞ、ボス戦。どんだけ私入れ板でコマーサルされちゃい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 。そうだよな、ガイドがあったら、いやー、もう、いやもうちょっと 3P これ、左だったら薄い縦感でずれていくだけでよかったんだけど、これでどうだろうな、角度つけすぎかな、はい、いや、でも大丈夫っしょ、これ。よしよしよし、まあ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 、オッケー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 。で、タント倒す、倒す、鬼倒す、ちゃんとここで鬼を倒していく。ここで鬼を倒していく。よし。やめろ、届くな、行くな行くな、よし、オッケー、よし、オッケー、私置いていかないでくれ。で、ここでちゃんと、1体倒して1122を作る。で、こいつを倒す。よしよし、オッケー、完璧。あとは、だからさっきと同じでこれを崩さなければ、なんとかなる。で、蘇生する。うわ、あの鬼邪魔くせえ。うわー、どうすっかな、これ。一旦でも短縮入れちゃった瞬間に負け確定だから、ここで一回、だから、薄く左にずれてって、いや、ほんのちょっとでもあの左の鬼削りたいよな。これで殴らない！あ！あ！これもしかして、いやー！しまった！かん！あ、パック使って、そうだね、横感しかないわ。うん、一応ワンチャン、その、チョコタンポポを超思いっきりずらしてなんとかするっていう手もあるんですけど、多分これ余裕ないから、とりあえず下。真横真横、はい。ここで、パックを使って、うん。ああ！何やってんだお前！もう！あーい！よし、オッケー。じゃあね、ちょっとね、サブ機で、まあ、さっきからサブ機だけど、サメ用意してきました。で、サメのおかげで、まあ、とりあえず今もう一回は生き残ってるんですけど、いや、一回生き残ってるだけなんだよな。で、どうすっかな、これ、今ここで、いや、もう抜けないとダメだな。そんな余力ねえわ。なんかそんなヒットポイント回復ちょっとしようかな、みたいなこと考えたけど、そんなことしてる場合じゃない。よし、抜けた。でもダメだな。切り札のサメはラスゲで使わないと、多分ね、んー、私の頭の中ではおそらくダメな気がするんだよね。で、サメで、ちょっとゆっくり使って短縮入れる。はい。あとはこのロボもね、このロボも結局、捨てにはカットしたからあんまり見せてないけど、
全然削れないんですよね。こいつが。まあ一応ここはヒーリングウォールがあるから、これを利用してできるだけ、カンカンしながら着実に倒す。よし、オッケー。あー、オッケー、この入れ歯は大丈夫です。だこうやって着実丁寧に削っていかないと火力がおそらく間に合わない。で、ここで一旦倒して、さっきのあの22。よし、そこの間オッケーよ。ここの削ることで2211ができると。よし、とりあえずこれで一旦、被せなければ即死はないかな。っていうか、ムサン様のね、この貫通ロックオン衝撃波のダメージ、実は意外にでかいからやばいんですよね。これで、着実に回復。ここで一回回復しとかないと、もう天使帰っちゃうから、頼む頼む、もうこれ左左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 左来い、よしよし来い、行くぞ。いやもうこれ、もう本来ならこんなことすると多分入れ番の可能性ちょうどないんですけど、そんなことやってる余裕はない。まあでもよほどやらかさない限り、てか全部仮に倒してもこの状態は死なないから、いけ削れいけ、そんなに強くない、いやでも強い強い、よしできた、あとは、よし、オッケー、これで、よし、ちょうどいい状況できた。で、ヒーリングオールは、あと一旦残ってんだっけ。あ、消えちゃった。いや、でもこの剣、できるだけこの剣を、持たせた状態で抜けたいよな。なので、一回、ここは、横勘で行って、剣持っておく。剣持っておく。多分倒さない。多分倒さない。あ、やべ。いやー、ま、しょうがないか。もう一個ぐらい持たせたかったけど、とりあえずみんな下にいないと、鬼処理ができないから。うわー、でもここからだな。ラスゲの雑魚処理が、これうまくいくかどうかなんですよね、結局。だけど本当はここの麻痺を使って、なんとかする予定だったんですけど、いやー、これちょっと微妙いな、入り、角度が。ここから入る。おーい、やめろ、それやめろ、その、斜めに変な座れるの。うわ、これ一回、ちょ待って、これ一回でも起こった瞬間私死ぬんじゃないの。多分こうだな、どっちかっていうと。みんなバイバイ。終わったわ。ダメだ。もうだ、座れた時点で多分私の負けはおそらく確定してた、これ。